末端がフランチャイズなのと末端が直営なのだったら末端がフランチャイズの方がやっぱり必死にやりますから、こういう災害時はね。串カツ田中が黒字決算見込み。はい、これはね大した話じゃないですまあ大体この記事自体もね、串カツ田中が黒字決算見込みになったっていう、これそんなに騒ぐ記事なのかなと、うん、まあ一旦ね、あのコロナもあって、ちょっと赤字かもしれないって言ったら、まあ通期の予想で5000万の黒字になりますっていうのを出す。まあ確かにコロナ禍の中ね、閉めてる店舗もあって5000万黒字出しますよっていうことだから評価はされると思うんです。これで株がね 11% くらい上がった。うん、それまでずっとやっぱり外食だから下がってたからね。当たり前っちゃ当たり前です。なぜ当たり前かっていうと、フランチャイズの本部だからですよね。だからこれは前の記事でも紹介したと思いますけど、サイゼリアとコメダコーヒーで、なんでコメダコーヒーはこのコロナ禍でもこんなに儲かってて、サイゼリアはあんなに頑張ってんのに儲かってないのかって、それはコメダコーヒーはフランチャイズの本部だからで、直営と比べたら本部の収益はそんなコロナで落ち込んだりはしません。株投資されてる方はまあ狙い目じゃないですか。このフランチャイズと直営の仕組みもよく分かってない人もよくいますから。あとプラスして末端がフランチャイズなのと末端が直営なのだったら、末端がフランチャイズの方がやっぱり必死にやりますから、こういう災害時はね、向かい風の時には自分の城を守ろうと思って一生懸命やるから高くなりますよ。2つの意味で串カツ田中はなかなかすごいなというふうに思いました。あとはね、外食のつながりで話をすると、モンテローザが60点占めますよね。そうね、うん、いやそれほどなんだと思いますよ。うん、歌舞伎町のあのモンテローザビルがいつまであのままやってんだろうと、うん、ずっと見てましたけど、これに入ってるとは思いますけどね。ついにモンテローザまで閉めるという形になって、まあ、今回のね6万円で小さい店はまあ大変ラッキーのラッキーですけど、でその中でね、直営でやっぱりすごいのはコロワイドですよ。売り上げがね、売上客数とかデータで見ると下がってますけど、他が 20% 減とか 30% 減とかやっているにもかかわらず 3% とか 4% とか、さっき言った話と矛盾しますが、社員の強烈なマネジメント力を持ってるんだろうね。気合入ってるんですね。そこまでいけば超えるんだろうけど、まあ、もちろんあのコロワイドもあのフランチャイズ部門を持ってますからね、レインズとかそういう。でも直営のコロワイドの店舗も他の例えばワタミとかに比べたら全然落ちてなくて、すげえなというふうに思いますね。ということで外食は今年全般的に厳しいと思いますけど、でもまあこの間月刊食堂の記事を紹介しましたけども、まあ、月刊食堂あそこで紹介しない記事いろいろ読んでいくと、なくなることはないんで、やっぱり新しく変わって、きちんとコロナが、まあ、春になって感染者も少なくなり、大体半分ぐらいの人が1回感染したみたいになれば必ず収まりますから、そうなってからまたあの店はどんどんできていくんだろうなと思って、まあ、我々もちょっとねまた飲食のことを考えたりしてますね。まあ、なかなか飲食大変な時代ですよね。本当ね、あの一律の給付金もね、あれもね、せめてなんかさ、家賃の何倍とかできないのかねって思うけどね。そうね、だからあれ もう急に決めたし、うん、4万円って言ったのを6万円、5万円にして6万円に上げたっていうのもあるし、うん、まあすぐに叩かれちゃいましたよね。うん、一律よりはよっぽど家賃で出した方がまだ、そうね、利益でっていうのはまた分かんなくなっちゃうからね、納税でっていうのもまた分からないじゃないですか。大体飲食店はね、あの家賃は何割程度に抑えなきゃみたいなのあるじゃないですか、うん、だから それでもそれずれは生じるけど、よっぽど一律よりはそっちの方がね、それで大きいところだって閉めようかなって思ったんじゃないかなと思うけどね。うん、だから今のだとやっぱりお客があんまり入らない店ほどこの儲かるっていう、あの儲かるというかお金が貯まると。まあだからこの経済政策もね、まだ予算はありますからね。これだけこのもちろん経済が落ち込むから経済対策をするわけで、今回は飲食店が厳しいから飲食店にお金を出さなきゃいけない。まあ林さんはもしかしたら財政破綻派でしょ。はい。もしかしたら財政破綻からすると経済が大事だって言ってお金を使えば使うほど最終的には何年かした後それが経済破綻にさ、財政破綻につながるという、そういうこともこれ起きますよね。そうですね、ということも少しずつ言われ始めてるけど、うん、まあこれはでも絶対に破綻しない派っていうのもいるわけで、うんうん、この間ね月刊食堂ではワタミの田辺社長は必ず破綻するから、うん、まあやっぱりね渡辺さんがそこまで言い切るんだからね、うん、とはある程度信憑性はあるというか、渡辺さんはそう思ってんだよね、うんうん、ということは分かりましたね。